どうもラムチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はかなりいい感じのパーティーができましたので紹介していきます。パーティーこれですね。前衛にバルキュリアとカタフラクト、この2体ですね。で後衛に、フェザーロッド、そしてブレイカーとソーサレスですね。このパーティーすごくいい感じです。では一度戦ってみましょう。それでは戦っていきましょう。どんなパーティーかというと、前衛がカッチカチで後衛をしっかり守る、でソーサレスのチャージ魔法で、一気に仕留めていくっていうパーティーです。まあもちろん、仕留めきれない時もあります。残る時もある、うん、これ残るんじゃないかな。でも残ったとしても、火力枠がいますので、それで一気に倒すっていう感じです。いや倒したな、倒しました。それでは装備などの紹介をしていきます。まずは前衛のバルキュリアからですね。装備はこんな感じです。パリングシールドがバルキュリアと相性がすごくいいので、パリングシールドがかなりおすすめです。はい、バルキュリアは、まあ、守りも強くって、さらに、重装と飛行系の敵に強いので、ものすごく使いやすいと思います。で続いてカタフラクトですね。とにかくカッチカチです。もうカッチカチにしてください。攻撃は別に弱くって構わないので、まあソーサレスをしっかりと守れるような、そういう作戦を取るといいと思います。ヘビーカバーだね。ヘビーカバーで、しっかりと術師の方を守るように、そういう作戦をつけておいてください。それでは後衛ですね。まずは、メインアタッカーとなりますソーサレスですね。装備はサウザンドセプター、そして秘石のペンダント、総称石のペンダント、マギアソウルですね。このマギアソウルとサウザンドセプター、これがものすごく重要です。で、AP3 の PP4、これ以上にしておいてください。で、作戦ですけども、この2つ以外は消してください。トリニティレイン、そしてリスペルですね。チャージ魔法のトリニティレインを、リスペルで2回発動させるっていう戦い方ですね。そして同じく後衛のフェザーロッドですね。装備はこんな感じになってます。重要なのはリプスの風間、そして使い魔のチョーカー、この2つが重要です。他は何でもいいんですけども、 PP を4以上になるようにしておいてください。で作戦ですけどもこんな感じです。オーバーヒールとホーリークレードル、まあ、オーバーヒールだけでいいと思います。一応これはつけてるっていう感じですね。そしてパッシブの方はこの2つは確実ですね。ファストムーブとソーサリーコネクト、それ以外は全部消してください。で条件に術師系ですね、両方とも術師系という風にしておいてください。そうすると操作列に、確実につけてくれますので、いい感じになります。そして後衛のもう一人ブレイカーですね。ブレイカーの装備はこんな感じにしております。重要な装備はこれ、黒猫耳フードですね。白猫耳フードでも構いません。スキルクイックアクト、味方単体を再び行動させます。チャージ魔法をチャージなしで打ち込むことができますので、かなり強くなります。これは絶対つけるようにしてください。で、クイックアクトで PP 全て使い切ってしまいますけども、アクティブスキルがかなり高火力なので、生き残った敵をこいつで、倒していくっていう感じです。はい、それではもう一度戦ってみましょう。結構硬そうなパーティーを選んでみました。お導きを、まあ、とにかく魔法は一気に打てそうな気がする。あ、打てるね、大丈夫大丈夫。耐えるか敵は。やらせない、どうだい、耐えそうな気がする。いや耐えれなかった。やっぱりガードされたとしても大概やっちゃいますね。大概やっちゃう、うん、2連発するからね魔法を。大概やっぱやっちゃうんだよね。あ、残った。で残ったとしても他の
やつらで倒してしまうので全然大丈夫です。はい、強いね。でもこのパーティー、ものすごい弱点があって、それが魔法を反射されると終わるっていうこと。魔法を反射されると、ダメなんですよ。なので相手は選ばないといけませんね。トリニティレイン反射、思いっきりやられますもんね。はい、ということで今日はいい感じのパーティーができましたのでご紹介でした。パーティーはこんな感じですね。前衛にバルキュリア、カタフラクトで、後衛にフェザーロッド、ブレイカー、ソーサレスですね。明確な弱点はありますけども、まあ、敵を選べばめちゃくちゃ強いので、ぜひこのパーティー作ってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。